どうもこんにちは、世界的 VIP ゲイです。なんとですよ、イオンモバイルが12ギガ以上のプランをですね、最大2000円値下げするという発表がございました。ちなみにですね、音声14ギガプランも登場しましたよということで、なんでこんなことが起きたのかというと、お客様のご要望にお答えしてということでございます。要望が多かったみたいです。詳しく見ていきましょう。9月1日からですね、12ギガ以上の大容量の料金プランが2000円値下げされますよということで、安くなるということですね。ちなみに先ほども言いました、音声14ギガプランも登場しますし、シェア音声14ギガプランで、データシムもですね、14ギガが登場するということですね。で、この背景には何があるかっていうと、いわゆる今感染症拡大ということで、世界的にも見て大変な事態じゃないですか。その影響を考えて、自宅で過ごす時間が増えて、スマートフォンだったりモバイル Wi-Fi ですねの契約のデータ容量が低いプランへ見直すお客様が増えていると。その一方で、自宅などに Wi-Fi 環境がないですよというお客様の大容量プランのニーズも高まっているということですね。自宅に光回線とかを引いてる人はスマホの容量は少なくてもいいんだけど、引いてない人はモバイル回線の大容量プランでしのぐしかないわけですよね。だったら大容量プラン安くしていきましょうよということで、今回の値下げに至ったということですね。ちなみにこちら表になってますけども、まず音声プランから見ていきたいんですけども、音声14ギガプランだけ新しく出てきました。まあ、12ギガから50ギガまであるんですけども、ここですね、値下げ額。12ギガの場合は300円値下げということですね。で、50ギガの場合は2000円値下げですよということで、今までと比べて圧倒的安くなってるっていうのを分かっていただけると思います。そして、シェア音声プランも基本的には値下げ料金は変わんないかなという感じですね。で、データプラン。あ、データプランも一緒ですね。全部同じですね。12ギガから50ギガまでなんですけども、だいたい基本300円から2000円の値下げということですね。特にそうですけど、まあ、データ通信をたくさんしたいのであれば、データプランをまず契約していただくっていうのがいいのかなと僕は思いますけどね。ちなみにサービス開始は9月1日となっておりまして、現在12ギガ以上の大容量プランを契約の方は9月分より自動的に値下げになりますということで、わざわざですね、ホームページから手続きをしたり電話をしたりなんてことは必要なくて、自動的に値下げになるんで、そこら辺は安心ですね。そして回線なんですが、ドコモ、au ですね、タイプ1、タイプ2ということです。というわけでですね、まあこのね、大変な時代ですよ。データ通信量はたくさんあるに越したことはないし、安いに越したことはないわけですよ。そんな中ですね、12ギガ以上のプランを最大2000円安くしてくれるっていうね、プランが出てきたっていうのは、僕はイオンモバイル素晴らしいなというふうに思いました。皆さんも確認してみてはいかがでしょうか。お疲れ様でした。